お前マジで何してんだ俺何してんだろうな俺何してんの俺今ちょっと分かんないんだよねメキシコにいる今俺もこもお前とに負けじと中国のサイトで80万回再生されるくらいに世界的に炎上してるいいねもうやっぱ狭いからさこんだけグローバルな社会になったから 俺とは世界に行くって決めたのね俺は今メキシコにいてあいつは今中国にいる <laughs> クソ叩かれてんのなんで <laughs> なんでなんで叩かれてんの <laughs> セクハラしてってことで別に関係で日本国内でオッケーだったのにあ中国のそしゃげでセクハラしてビリビリに転載されて叩かれてんのへえ なんで <laughs> ちなみにモコはビリビリのコメント欄でモコを襲撃する死者を複数名送るって予告されてモコ <laughs> 今だったらいいよ俺のメキシコに逃げてきていいようち配信環境も整ってるから別に全然かくまってやってもいいけど <laughs> 公式配信でえなこに「エッチだね」って堂々言ってたら別にそれぐらいはいいじゃん。 あそれがえなこさんに向けてあ向けた発言じゃなくてそのキャラクターに向けた発言だと捉えられてるみたいなってことかなるほどね <laughs> 唯一擁護されたコメントはこの男はなるみるなに浮気されてから少しずつ狂い出したのですっていうコメントだけだった <laughs> あそうなんだ へー中国人、調べてみると、この男はさまざまなゲームをプレイするストリーマーである。しかし彼は反抗的な予告猟奇な、猟奇的な思考を持ち合わせて、日本人からも恐れられている。彼を野放ししている日本人も罪も大き彼は今すぐに始末されるべきだ。<laughs> それに関しては俺も賛成なんで。MeToo と <laughs> 言ってて、加藤純一 MeToo。じゃあ俺が、俺があれするよ。 罰を与えるから俺に任すとけって言っててぶっ飛ばすよみぞおちぶん殴るからそれで許しちゃってくんで俺みぞおちぶん殴るからあいつも絶対隣も配信者だし <laughs> 最悪陽気な配信者だ絶対隣おい <laughs> イエーイみたいなこと言ってんだけど <laughs> 俺はちょっと声ちっちゃめにやってんのに声聞こえたみんな はいそうだしこのフロア多分ねそのプレジデントフロアみたいになってて聞こえなかった今「<laughs> おいなんとかねー <laughs> みたいなすごい陽気なミュージックが今聞こえてきたんだけど「<laughs> 向こうの過去の愛人でなぜ俺は日本人という列島種族に生まれてしまったんだ」っていう冗談がビリビリに気に抜かれて彼は中国のスパイだって言われてるちょっとよくわかんない <laughs> 両方の言い分がよくわかんない <laughs> 両方難しいこと言ってる。